いろんな人が歌ってみたを見てくれるようにするにはどのように宣伝したらいいでしょうか。ミックスも優勝依頼していて、とても素敵なものでミックス師さんにも申し訳なくなります。サムネ制作技術が未熟なので、歌ってみたのサムネはどうにもならず、アドバイスいただけると嬉しいです、とのことです。歌はね、伸びないよ、うん、無理だよ。歌は特にマネタイズも含めたらもう超絶無理だと思うんだけど、私最近ね、猫ハッカーさんの音楽にちょっとハマってまして、こんな素敵な歌を作れる人がいるんだっていうところから再生数見て4万再生とかなんですよ。1再生 0.1 円で4000円しかもらえないんですよ。これ無理だよね。歌見たはなんか歌がさ、上手い人がもう溢れてて、世界に超絶飛び抜けて上手くても伸びないんですよね。上手さプラスアルファの何かがないと伸びないので、歌は伸びないと思うのがいいんじゃない。特に VTuber の歌見たなんてもうボリュームが尋常じゃないので、日本のトップ 0.1% に入るぐらい上手いとかじゃないと伸びないと思うので、トップ 0.1% とかに入る自信があるんだったらやったら伸びるんじゃない。でも VTuber は基本逆で、なんか違うところでいろいろやってて、そこ応援してるから歌も見るっていう人がほとんどだと思うので、基本その人のことを好きになってる人が多くないと再生されないと思いますね。で、歌はもうサムネとか関係ないからね、全然。歌はもうサムネとかいいと思う。気にしなくていいと思います、あんまり。ミックス師さんも分かってると思いますけどね。なんか歌が上手いだけで伸びれる業界じゃないんで、もう VTuber っていう業界より歌見た業界っていうところの方がもう鬼畜なので、完全に V さんで言うと、歌が上手いですぐ頭をよぎるのが星町水星さんとか龍神さんとか乾とこさんとかですかね。はい、ああいう人でさえやっぱ雑談とかで伸びたりするわけですよ。本当に歌一本でやってる人ってほとんどいないと思うんだよね。それぐらいやっぱ歌で伸ばすのって難しいので、そう、草の根バンド感覚でやるのがいいですね。好きだからやるっていうのがいいと思います歌で集客するために違う雑談とかいろんなことをやって、自分自身にファンをつけて聞いてもらうっていうのがいいんじゃない。